はいどうも、アニモです、えー。今日はですね、前回のニットのセーターのね、あの続きをやっていきたいと思います。で、前回の部分はわからない人は、えっ、ー、と、概要欄にリンク貼ってるので、そこから見てきてください。で、前回、えー、前身頃と後ろ身頃を作ってきました。それで、まずね、この、ここですね、こっち側は、えー、今、正面からこう縦に見てますね。ここを一玉分、ダイソーさんのフラッフィー。このピスタチオというカラーを一玉、ほぼほぼ編み切りました。で、えっ、ー、と、 アニモの場合でね、ここからここまでが10段。で、ここからエリが来るんだよっていうので、まあ、ここから10段数えてきたところと、この最初の V のね、始まりの、このつなぎ目のここにリングをつけてます。ね、この V と来るところの真上。ここは、こう、真っ四角ですね。ここの、えー、間のところにリングをしてます。で、そこから、またずーっとこう、7段分、減らして減らして減らして、で、そこから、えっ、ー、と、3段は、 減らさずに、普通に増減なしで編んできて。で、こっち側も増減なしで3段編み寄る途中に、3段目の時に色を変えました。もう一玉なくなったので、えー、こちらの色に変えました。で、これが、え、前身頃も後ろ身頃も、え、10段分使いました。10段分使って、えー、これだけ、測ってみたらね、5グラム余ってます。なので、まあ、なんぞやにまたね、ちょっと軽い小物ぐらいだったら作れると思います。はい。もしかしたらどっかに差し色入れへんわね。 ポケット作ってポケットつけてもええけどね。その辺お好みでやってください。ポケットなんか四角に編んでね、三辺こう編んだ、あの、縫い付けたらいいんですよ。上はあかんよ。縫い付けた名も入れんからね。遭なんしてもらってもいいと思います。で、えー、残りの部分、ここの部分を、えー、新しいピスタチオで編んで、で、後ろ身頃と前身頃と別の糸で編んできたらやりやすいよって言ってきたので、えー、そうしてる人もいると思うんですけど、まあアニはね、自分であの、どこでもつなげるので、えー、左右の 玉からこうね、玉のこっちとあっちとから糸を使って前身頃と後ろ身頃のその同じね、この部分を作ってきました。なので、今使ってる糸の玉数としたら、前身頃でここで1玉、後ろ身頃も同じところで1玉、ピスタチオそれで2玉ですね。で、まぁこのグレーの部分が、まぁ、あ、えっと、1玉使ったとしましょう。これとこれで 5g 余ってるけど、1玉使ったとして3玉。で、今、からしを、えー、からしというかピスタチオをね、ピスタチオをこっちとこっちと使ってこれだけ余ってるので、 えっと、なんぼ ?4 玉目ぐらいですね。はいで。で、できてます。あと、サイズを聞かれたので、一応測ったんですけど、本当にご自分サイズで編むか、えっ、ー、と、ゲージを取ってもらった方が定かやと思います。一応、念のために言っておくと、アニモの場合で、今、ここ61センチ、横で54センチになってるんですけど、まあ、あの、見てわかるようにね、ピョンピョン伸びます。なので、切って、型でこう、ここを、 なんていうの止めてって言ったら、服の重みでちょっと下がったりとかもするので、えー、本当にね、ご自身のここのサイズ、欲しいだけのサイズから編み始めてもらったらいいと思います。で、ここも同じように、えー、前説明してるように編んできてもらったら大丈夫です。はい。で、今回は、えっ、ー、と、この形にしようと思います。あのね、ごま編み結構糸使うねんって前回説明したんですけど、えー、今回は本当に7玉しか用意をしてないので、まずね、えっ、ー、と、ドルマン袖にして、下もこう、中肉風にちょっと開いてね、 こんな感じで仕上げていこうと思います。で、次回、一応このお袖の部分を紹介するので、ここが分かれば、裾を絞りたい人の、この下の部分ですね。それと、えー、ここのお袖の部分が、編み方が分かります。で、今回はちょっと広げていくので、またちょっと違うようなことをするんですけど、両方一応ね、説明するので、好きな形。もう袖はこれやけど、裾は絞りたいとかね、もうほんと好きな形で作ってみてください。はい。そしたら、えっ、ー、と、前身頃前身頃の縁を編んでいきます。 でで前身頃が編めたら後ろ身頃もやることは同じです。ちょっとねこの栗りの部分がちょっと深さが違うだけで、えー、とあとはねもう一緒やと思うので全然全然わかると思います。はい。で印をつけるところ分かってますね。アニモの場合はここからここからまで,10段編みましたでここから V になってるのでその中間のここですねここにリングをつけてます。で今度こっち側ですねこっち側はこの増やし目が終わってきたところこの V の一番最後の子。 と、ここはもう真っ四角ですね。真っ四角のこの上の繋がってるここですね。ここにリングをしてます。あとは四つ角さえ分かればね、やっていけるので、じゃあちょっとね、早速編んでいきたいと思います。はい、じゃあ編んでいきますね。まず前回はこっち側から、こっち側で鎖編みをして、こう横向きにね、こうずーっと進んできてますね。で、襟の部分を開けて、こっち側まで切って、で、今ここ。こっち側の襟の方で終わってくださいねって言ってたので、偶、え、数、ー、段のここで終わってます。ここ、アニマの場合は10段、10段、10段、10段。 4回言ったかなで40段になってますはいで今ここなのでえっ、ー、とね編んできた方向としてはよいしょこの裏側を見ますねはい裏向けて裏側を見たらこういうのかとか分かりやすいねこっち側から今こう編んできた状態になってますで今からはここを表として見て編んでいきますいいですかここを表としますでえっ、ー、と表でつないで人間が切れば ええと顔がこっちで人間がこうなので、人間の左側にね。ここが来るので、あの最初の見てた表面と同じような形になります。わかるかな？これが人間の左側に行くっていう感じですね。合ってるよね。そうです。はい、<laughs> はい、そうです。はい、そしたら、えー、編んでいきます。で、まずちょっとね。一番最初からおかしなことをしていきます。まずここで鎖編み一つで立ち上がります。かけて抜くだけ。そしたら次編むところなんですけど、おかしなことに。 この下です。うんとわかるかな。ここでいう。ここの頭2本こっち側が裏山です。ここが頭2本裏山この隙間です。この隙間によいしょここ押さえといて、この頭2本と裏山の間ですね。ここの部分に針を入れます。ですか。で、ここにまず細編みを編みます。 針に糸をかけて、この中から出てきて、で、スッと伸ばす。はい。で、かけて2本の中を抜きます。で、今度はね、戻ってきたらこの子が頭になるので、わからない人は今の間にリングをつけておいてください。ここですね。針にかかってるこの手前。ここになります。はい。そしたら、えー、まず針に糸をかけて、中長編みをします。今編んだ細編みが入ってる同じところに針を入れて、 糸をかけた状態ですよ、針に。糸をかけてから同じところに入れて、糸をかけて出してきて、スッと伸ばします。それで糸をかけて、ここの針にかかってる3本の中を一気に通り抜けます。これが中長編み。そしたらまた同じところに、また同じところに針を入れて、今度は細編みです。糸をかけて出してきて、スッ。かけて2本の中を通る。いいですかこれが角になります。細編み、中長編み、細編み。 これを角とします。で、次から、えー、鎖編みと細編みの繰り返しをします。今、ここに編んだので、次は鎖編みかけて抜くだけ。そしたら、次、どこにかっていうと、今、ここの次の子。この真上を見るとね、ここに頭がありますね。この頭。この頭を取ります。で、細編み。鎖編み。 そうしたら次どこかなって言ったら、この子の真上。この穴開いてるかわかりますね。ここ。細編み。鎖編み。じゃあ次、この子の真上のこの,の穴開いてるところ。ここに細編み。鎖編み。ね。これを繰り返していきます。この子の真上。こかりますかねこの子の真上。まあ、もう真上、真上ら辺のところをね、直せ取っていけばどこでもいいです。鎖編み。この子の真上ら辺。 細編み、鎖編み。ね。この子の真上で、細編み、鎖編み。ちょっとまあね、この細編みと、えー、鎖編みの繰り返しになります。この頭に細編み、鎖編み。はい。じゃあ次、ここに来たら、これ、色変えたところです。こういうところがある人は、えー、まずこのね、穴のところに針を入れたら、糸端はもう後ろに置いたまま。 後ろに置いたまま編みくるまずにこのまま普通に進んでください。細編み、鎖編み。ですかじゃあ次、ここですね。ここに細編み。鎖編み。ね。これで、こう、ここの後ろにね、プるンと置いてるこの子。こういうところの中、今編んでるね、細編みの足の中とかも入れるし、この元々折ったこの辺の子の中も通れるので、えー、グレーはグレー側の方で。 ね、ピスタチオはピスタチオ側の方で、えー、こういうところの合間を縫って糸始末を後々してあげてください。で色がいなく1本できた人はねまだずっと1本であの長い糸やったらこれてると思います、はい、そしたら、えー、次ですね次どこかなってっうと今鎖をした後なんですけどこのリングのところが来ましたこの子の真上もリングですここのリングのところはこっち側と一緒細編み中長編み細編みを入れます。ですか このリングのところに針を入れて、リングいらんから取っおきますね。はい。で、かけて、細編み、針に糸かけて、同じところに入れて、糸かけて出してきて、かけて3本の中を抜く。で、もし戻ってきて中長編みがわからんよっていう人は、今の中長編みの頭にリングをしといてください。はい。で、次、同じところに細編みを入れます。 それができたらまた鎖編み。次はここの子をこうこう置きたここに隙間がありますね。ここに細編み鎖編みはい。次ここですね。この v のこの v の根元のここですね。細編み鎖編み。ありますか？このこのこう v となってる根元です。この隙間。細編み鎖編み。 で次こここですねこの V となってるここが入ってるところこの V 分かりますねここの根元のところ入ってるところに細編み鎖編みはいじゃ次はこの V となってるこの入ってるところに針を入れて細編み鎖編みこれをねずーっとやっていきますそしたら今度またえー、っとあのこまっすぐのところが来ると思います今また V が入ってるここですねここに 細編み、鎖編み。はい。で、またこの子ね、次ここなんですけど、もう四角のところです。今この V がもうここで終わりました。次この真四角のところですね。この真上のここ、ここに針を入れて、糸端はもう後ろに置いておきます。後で編みく、えー、糸始末します。細編み、鎖編み。で、またここ。これをね、ずーっと繰り返していきます。細編み、鎖編み。またこの頭。 細編み鎖編み。この頭。細編み鎖編み。この頭。ですか。わかりますか？これはねずっと繰り返していきます。まずちょっとね。ここまでぐらいもうやろうか。よしじゃあちょっとやりましょうね。はい、じゃあちょっと行きますよ。よいしょ。ここで細編みしたら鎖編み。次の頭のところに細編みをしたら鎖編み。 次の頭は、次ねちょっとおかしいなと思った。ここ V になってますね。ここのまっすぐ行ったとことこの V の間、ここです。この穴、ここでいいです。細編み、鎖編み。じゃ次ねこの V がこの子が入ってるこの穴、ここでいいです。頭2本をしっかり取ってください。鎖編みをしたら次。よいしょ見えますか？ここが V となってるこのここの隙間。 編編み鎖編み鎖はいじゃあこのこのこの子が入ってるここに細編み鎖編みはいじゃあ次この太いところやけどこのここ見たらね隙間がありますねこうブイが来たここに隙間がありますここに行きます細編み鎖編みはいじゃあ次またブイのこの上にあるところ細編み鎖編みじゃあ次このここのブイの真上ここにリングがあるので このリングのところですね、ここに針を入れます。で、ここには角なので、襟のね、一番頂点のところですね。ここになるので細編み、同じところに針に糸をかけて、同じところに中長編み、中長編みをして分からなくなる人はリングをつけておきます。で、また同じところに細編みを入れます。はい、こんな感じでこれも繰り返してきます。もうわかりますね。 次もうここ四角コーナーなので、この子の真上の子あちょちょ,ちょ真上のここですね。ここに細編み鎖編み次まあ、これ少々間違いとったってね。あのちゃんと細編みと鎖編みを繰り返して細編みをする場所を間違えたとって目数さえ間違えへんかったらまあ大丈夫です。ね。細編み鎖編みはい。で、ここで細編み鎖編みでなんで細編み全部2 0 0へんのって言ったらこういう伸縮する。うん 感じですねの編み方これに全部細編み入れたらどうなるか後の辺でちょっとやることがあるので、えー、説明するんですけどあのね広がりますなぜ広がるかっていうとこうちょっと伸縮してる分全部に細編みを入れていくと細編みの頭ってしっかりしっかりしっかりしてますねこのえっ、ー、とここもね細編み鎖編みをしてきましたね鎖編みだけをすると頭はちっちゃく で、これ長編みをしてきました。長編みの頭は大きく。大きいちっちゃ、大きいちっちゃいなっとうのに、そこに細編みの大きい頭ばっかり、細編み、細編み、細編みってしてくると、でかでかでかで、こうちょっとね、生地より広がっちゃうんです。だから、細編み、鎖編み。まあ、ここ長編み、鎖編みなので、同じようなえ大きい鎖、小さい鎖っていうのが勝手に自然とね、あの、無理やり鎖ちっちゃくしたりしなくていいですよ。そうしてくることに普通に編んでくることによって、えー、勝手にこうね、ちょっとしっかりとしてきます。 で伸び防止にもなるし、なおかつここにねあった段差、よいしょ。はい、ここにこうあったちょっとカクっとなってたところがねなだらかになってますで。これまた次の段編むことによってまたえなだらかになってくるので、えー、いい感じになってまいります。ね、いいぐらいですね。はい。そしたら、えー、ちょっと角まで行ったらまた説明します。角までもうすぐ行くわ。すぐ行く。細 <laughs> 編み。どこまで説明したらええんやね。細編み、鎖編み。 細編み鎖編み。細編み。鎖編み。はい、そしたらここですね。ここはこの根元があります。この角っちょのこここっち側から見ると頭2本あって、こっち側の裏山との間に入れる。こっち側には2本。裏側には1本。ここに入れる。で、ここにここが角なので、細編みまた糸かけて。中長編み。 で、もし分からなくなる人がいたら、ここにリンゴをつけておきます。はい。で、また同じところに細編み。鎖編み。次はここ。この子の上。この子が入ってるところ。この頭二本のとこですね。細編み、鎖編み。次。この子の入ってる頭。この子が入ってる頭。 ここです。細編み、鎖編み。この子の頭。細編み、鎖編み。これをまたずっと下の方まで、えー、編んでいきます。で、下だけちょっとまた、えー、説明するので、頑張ってちょっとこのままね、横の辺。今どこ来てるか分かりますか？よいしょ。一番最初のここから始まって、でここで角を作った。でここまで来てここで角を作った。 で、えー、細草、細草がずっと来て、ここで角作って、今、細草、細草来て、この角で、えー、角を作って、今、ちょっとここを下がってきてるところです。で、この一番真下まで行って、えー、わかる人はですね、例えば、こういう形にするわとか、広げない、まっすぐにするわっていう人ですね。まっすぐにする人は、えー、このまま同じように編んでください。下、角が来て、また下も、えー、細編み、鎖編みをずっと繰り返す。で、角が来たら角を。 えー、細編み、中長編み、細編みで作って、また細編み、鎖編みでずーっと戻っていきます。でも、アニモの場合は、さっき言ったみたいにね、細編みを全部のところに入れると、えー、必然的に少し広がります。広げたいんです、今回は。なので、アニモの場合は今からここまで来たら、この下はね、全部のところに細編みを編みます。その時また説明するんですけど、えー、 私の方を聞いてね、え、裾広がらへんのに、こんなんなったやんけんって言わんといてください。裾を広げたくない人は、ここの、今までやってきたのと同じように、細編み、鎖編みで編んでください。いいですかそしたらまたこのね、下の方の、この辺の角になったらやりたいと思います。はい。じゃあね、最初はここからずーっと来て、襟のところもずーっと来て、で、反対側の肩からずーっと今ね、下に降りてきたところです。はい。で、今、細編みで終わってるので、鎖編みをして、 次のところですね次のこの長編みの頭のところに細編みをして次鎖編みそしたら角が来ました角このね糸があるからこの穴ぼっこ分かりやすいですここに細編みで中長編みですね針に糸かけて同じとこ入れて糸端ここはちょっとだけね編みくるんでも大丈夫です中長編み同じところに入れて細編み さっきのね、中長編みのところ、わからない人はリングをしておいてください。もうしなくていいからしとこうかな。今細編みなんで、その前、ここが中長編みですね。中長編みってわかるんです。この中長編みの頭の下に1本いますね。お前が中長編みって書いてあるんです、ここに。頭の下、お前が中長編み、言うてね。このこの線の右上、これが中長編みの頭です。はい。細編みの頭の下っていないね、もう足だけでしょ。細編みの頭の下って足だけでしょ。お前が中長編み、ここにおるんです。 ね、なのでで中長見見ややすすすいいいっちゃ見やすいんですけどねはい、そしたらもうこれでね今から鎖が挟まっていくとその中にこの糸端が通るとちょっとね逆にあのポワポワして目立っちゃうので全然違うところに糸を絡めながらね、えー、よいしょこういう下のところで絡めながら、えー、糸始末をした方がいいです。なのでちょっと後ろに置いといてで、えー、ここからね普通にまっすぐのまっすぐの人か裾を絞る人。 ね、ここまっすぐか裾をこう絞るかの人は今から同じように鎖編みをしてこれでこのここの真上ですねこのこの真上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 ,このの真上ね細コマクサコ細編み鎖編み細編み鎖編みを繰り返します で、での角に来るまま同じこととをずーっとね、繰り返していきます。ただね言いましたアニモの場合は中肉粉に下をね裾を広げたいのでわざわざ、えー、鎖編みはしません。ですかよいしょ鎖編みはせずあんたなにすんのって言うと私はこの段は全て細編みを編んでいきます。なので、えー、特別私の場合は細編みばっかりが続くのでこの子は編みくるんでもよしとされます。はい。 えー、どこに編むかと言いますとですね、この隙間です。まず、最初ね、角を作ったら鎖をするんですけど、鎖を今はしません。せずに、この隙間、この隙間に針を入れる。一つ目の隙間ですね。で、糸端はもう編みくるみます。で、細編み。はい。じゃあ次、この子のさっき説明した頭、ちょっと右上のここ行こうかな。 まあこの子の真上ぐらいで右やろうが左やろうが、どっちかでね、統一して取っていってもらったらいいです。細編み、鎖、あ、鎖したらあかんね鎖、鎖せえへんよ、言うと思う。鎖はしません。鎖はせずに、この隙間、隙間に入れて、糸端編みくるみながら細編み。はい。じゃあこの子の次、頭。この真上ぐらいにあるここですね。頭に入れて、編みくるむ。はい。じゃあ隙間に入れて、編みくるむ。 で、次頭に入れても編みくるまれんかな？はいはい、こんな感じ。これを繰り返します。頭に入れた。次隙間頭。隙間。頭。隙間頭。アニモの場合はこれを繰り返します。違う人は細編み、鎖編みを続けてくださいね。い、簡単やね。 細編みばっかりな人は編みくるめるからラッキーやけどあなたあの思ってもない裾広げとうないのに広がった言うて言うてこんといてよ今説明しましたからね広げない人は、えー、これじゃないです細編み鎖編みはいそしたらまた頑張って今度はねうんと編み終わったらちょっと広がってきてるのがわかると思うんですけどあもう,もうすでにわかるかなこうちょっと広がってきてますねほんのちょっとだけですけど広がっていきますあのこの子みたいにはなりませんはい なので、えっ、ー、と、もうわかると思います。一番端っこまで来てもらって、ね、一番端っこで、今度またここで、ここが終わって、鎖編みをしてる人は鎖編み、しない人はここに細編みが終わったら、今度はここの頭2本。この子の真上におる子。ですかこの子の頭ってちょっと右上のこれですね。よいしょ、わかりますかね。この子の頭。その横が鎖。これが最初の頭。 わからない人はリングしてたと思います。ここ。ここに細編み中長編み細編みを入れる。で、次からは、えー、長、あ、細編みばっかりしちゃダメですよ。鎖編みをして、今度この子の頭に編んで。鎖編みをして、今度この子の頭に編んで。ね。それを繰り返して、で、元のこの最初の、一番最初のところまで戻ってきます。ここまではもう今ちょっと言うた通りなので、えー、頑張って、そこまで、え、編んできてください。角だけね、えー、ちょっと忘れないように。 えー、細編み中長編み細編みを編んで、えー、戻ってきてくださいはいじゃあずっと元のところの方まで戻ってきました今ここに細編み鎖編み次のところに細編み鎖編みはいそしたら一番最初の頭最初の頭に引き抜きますここね最初細編み中長編み細編みを入れたのでもう角ができてますなのでこの手前の細編みと鎖編みをしてから最初の頭にね え引き抜いいてつなぐという感じです引き抜き引き抜きでグーねでこの状態でえっ、ー、とまありんは取っといていいかな一番最初のとこやからねはいでもしわからない人やったら今引き抜いたのがここここの目に引き抜いてますねこの隣見たらこの子の下に印しますね「おめえが中長編みだぜ」っていうね印この子の右上。 これが中長みなので、まあちょっと分からん人は付けといてもらってもいいかもしれないです。で、今この状態の時に、もうちょっとね、あの、糸始末、まあいつしてもいいんですけど、糸始末をしちゃいたいと思います。よいしょ。こういうね、こういう、この裏ですね。これで、まあ、こっち側の子はこっち側の子でちょっと分かると思うので、ちょっとグレー長めに置いたとこなかったんか。自分用にむっちゃ短く置いてるわ。えー、っと、とりあえず、 よいしょまずねこういうところとかここに戻ると抜けちゃうかもしれないんでこっち行きますねこの下黄色の間とかちょっともう糸なんかこれちょっととんがったね針であの糸割りつついきますじゃあフラッフィーさんは毛足が長いのでね絡んでくれると思うのでもうこうやってね糸と糸の間割って進む割って進みながらまあこういう足の中とかで入りやすいかこうまっすぐ進もうかな。 で、心配やったら同じところを今通っていった糸のところをね。糸を割りながら戻ってきたらいいですね。あの棒編みさんの時みたいな糸始末のよ。仕方ですね。よいしょ。一旦これを下まで行ってみますよ。はい。これでこの辺の中を割って入ってきました。で、ここに来てるんだけど。 心配やったらもう一回ね、同じとこ戻りつつ、今さっきの糸とかにもこうね、ぐしぐし絡めながら、元のところへ戻る感じにして、よいしょ。抜けないようにね、あの、糸を割ってあげてたらいいです。同じ道を戻ってしまったらただ抜けてくるところだけやからね。よいしょ。絡め、絡めと。よいしょ。こういうところを取っていきます。はい、OK です。 これでね、もうどこやったかグレーの糸分からんし、他のところが突っ張ってることもないですね。こんな感じで、す、え、べ、ー、て、えー、ピスタチオの方はピスタチオの方で、で、えー、グレーの方はグレーの方でって言って、こうやって糸始末を、えー、していきます。何個しあったかな上のここだけかなあ、それだけですね。これだけです。 最初の糸端をほら下全部細編みにした人は編みくるんだけど細編み鎖編みの人は下にも1本一番最初の編み始めの糸が残ってると思いますで色変えなかった人とかやったら残ってないかもしれないし、えー、と糸始末がある人だけねちょっと糸始末をしてきてくださいはいじゃあ糸始末をしてきましたこれがね、えー、ちょっとだけのところの後ろの見頃のところですねでこっちが前の見頃のところになりますで表の面を合わせてねこうやって えっとちょっと待ってよ。これがこう、これがこう今表で鎖目が見えてますね。ここに鎖目がずっと見えてる。こっち側が表なので、よいしょ、こう向きますね。こう鎖目が見えてるところが表。表と表の型を突き合わせます。よいしょ。こんな感じですね。こっち側も、ここに糸がついて、表の鎖編みがずっと見えてる状態です。ね、ここ。 こっち側がよいしょあ向こうが前身頃でこっちが後ろ身頃になりますねこっちの方が浅いから分かりますかこっちらも深いですねなのでまあどっちからつけていってもらってもいいですとりあえずじゃあここからつけていこうかなこうね表が見えててじゃあこっちの糸はこっちこれ後ろ身頃ですね後ろ身頃の糸が終わったところがここここちょっと中長編みリングしてないなよいしょ、えー ここにあるね、お前が中長身ここはい、でこことここ、こことここがくっつくようになりますで、こっち側はこことここ、こことここがくっつくようになりますですかじゃあまずここからね、つけていきたいと思いますどっちもつけ方は一緒なので片っぽだけ説明したら、えー、あとは頑張ってねって言いますよわかりますね、今どうなってるかわかりますねよいしょはい こっち側は後ろで、えー、グレーの部分がこっちに来てます。こっちは前身頃でグレーの部分が今向こう行ってます。こんな感じになってます。はい。で、じゃあ、とりあえず、えー、後ろ身頃の終わりの糸から編み始めていきます。したら見えるかな。よいしょ。まずですね。よいしょ。編み終わりのところに針を入れます。動く糸が針の手前です。はい。そしたら、まずですね、 この糸は生地の上に持っていっておきます。はい、でここで今ついてる中長編みのところにリングがついてますね。これここに糸があるから分かりますこの頭中長編みのところのリングの鎖が2本ある上側の1本これでリングが邪魔で取れへんかなちょっとリング取りますね。 この子ですねこの1本を外から針を入れます。ね、で今度こっち側こっち側のリングね中長編みの印ありますね。このリングしてるところ上からのこの1本よいしょ。糸はここにある状態です。糸の上を渡ってきてこの中長編みの線がある上の頭のこの。 上側にある1本に針を入れたら糸をかけてこの3本の中を一気に引き抜きますはい今こんな感じ、はい、そしたらどうしようかなここわからんくなるかな今引き抜いた目のところわからなくなる人はリンゴをしときましょう、ね、これが最初のところですよっていう感じですじゃあ次次はね、えー、鎖編みの頭です 鎖編みの上側にある1本。で、針の、糸の上を通って、こっち側。ね。で、今引き抜いたこの、この次の目の、この本。あ鎖じゃないね。細編みの頭やね。すいません。両方細編みの頭です。で、かけて、この3番の中を抜く。だって、細編み中長編み、細編みやもんね。中長編みの頭を引き抜いた後、細編みの頭を引き抜きました。 じゃあ次これが鎖ですね。今引き抜いたところの次の目の上側に折る1本。ここです。よ。はい。で、こっち側に折る鎖。今引き抜いたところの次の子。鎖編みやからちょっとね、あの半目取りにくいと思うけど、よいしょ、押さえとて、押さえてでもどないかして取って、1本ね。<laughs> はい。で、ここ緩まないようにしっかり、あの、ポワンとならないように。 で普通にかけてゆったたり抜いたらいいらです。あんまりきっちりにするとここがパツッと寄っちゃうのでそんなにあの引き抜く時はゆっくりでいいですただその引き抜きよる途中に緩むとねあんまりにも緩みすぎるのでそこだけ気をつけてくださいじゃあ今引き抜いたのがここの目なので次の子、えー、ここから糸出てるこの子とこの子を拾ったんですこの子の次がこここの頭の上の半目 でこの糸の上を通って今度ここ引き抜いてるからこの次のここですねこの上をこっち側から針を入れるでかけて3本の中を抜くこれ抜く時はふんわりで大丈夫ですよいしょちょっと見てくださいよどうしたら見やすいかなよいしょ簡単に言いますと今引き抜いた子の次の目次の目の半目こっち側から針を入れます半目に。 で糸の,糸の上を通った状態でこっち側の今引き抜いたこの次の子この子この子の一本のとこに針を入れるそしたらこの糸をこうかけてこの3本の中を通りますはいじゃあ次今引き抜いたとこの次の目の半目をこっち側から取る糸の上を通って次の半目のこっち側から針を入れる でかけて3本の中を抜く。ね、これを繰り返していきます。今引き抜いた子がここにある子なので、この次のこの目ここだけね。しっかり見てくださいよ。今広がってるね。よいしょ。ほらこの糸にかかってる。この目の次の目って言ったらこの子ですね。この子の半目。で今すごい緩めてるからね。こういうのが緩んどかないようにこうしっかりとして。 で次の今ここから糸が出てるからこの次の目のここの半目。でかけて取る。はい。じゃあこう見るとここにかかってる糸の次の目この子です。この子の2本あるうちの右側の子を取る。でこっち側のこの子を取る。糸をかけて抜く。 これでで今ここんなな感じががつながってきてきます、ね、これもあんまりあのカッチカチにはしすぎひんようにねふわっと線と型なんやあのカッチカチのそうにならへんかなとは思うけどカッチカチの型になったかなんからあのふんわりふんわりとね引き抜いてくださいねよいしょ。あんまりにびっくりするぐらい遊んどったらちょっと整えてあげてほんでだいたい。 だいたいねずっと同じ力加減でふわふわと引き抜いてきますよいしょ。はいこんな感じですねいい感じはいそしたらこれでずっとここ一目ずつ同じように来たらこのリング同士のところまで来ると思いますここまで頑張って引き抜いてきてくださいはいじゃあここからずっとね引き抜いてきました で最後リングのところまでねまだもうちょっとだけあるのでこことここかけて抜くでリングのとこになったのでリングのとこの一本とこっち側のリングのとこの1本よっはいでここで引き抜きますでえっ、ー、と片方はもう切っちゃってくださいえっ、ー、とね 鎖編み1つしてから切ろうかなはい鎖編み1つして絞ってで切っちゃって大丈夫ですあとで糸始末できる分ぐらいだけはいでこれで型がくっつきましたいい感じねそうしたら今度これだけ残った今えー、とちょうどね今最初にねえっ、ー、とノートで見ようか 今ねここらぐらいまで前身ごろのここらぐらいまでで1玉でグレーで、えー、ちょっとだけ使ってでこことこっち側も一緒ですね、えー、1玉とグレーと、えー、ピスタチオこことここのピスタチオであと縁をぐるっと編む分ぐらいで1玉それとここは丸々1玉1玉で今3玉ピスタチオを使ってます。 でここは合わせて1玉使ってないぐらい 5g 残るぐらいで、えー、やってきたのでえっ何ぼ12344玉か今4玉で4玉やけどまあこのグレーはちょっと違うとしてピスタチオとしたら1234玉目に入ったところです分かりますか、うん、一色でしとる人は、えー、5玉目に入ったところになるぐらいかなって感じこれだけちょっと残ってますちょいのちょいの残りますねねはいそしたら反対側も同じように よいしょこうね今ここの型をつないでこれもねえー、っとどうしようかなあとでぐるっと編んだ後にちょっと裏側かで糸始末しようかなはいじゃあ今度こっち側ですねいう感じでこっち側は同じようにまた引き抜いてきますよいしょこっち側でこうやって同じようによいしょおおここのね 最初の糸が残ってると思うのでここで終わってるねでここから同じようにこのリングのとことリングのとこから引き抜きながらずっと引き抜いていきますで一番最後こことここを引き抜いたら糸を切らずに待ってくださいそのままの糸で首をぐるっとね編んでいきますでその後、えー、糸を切るのでそこまでは糸を切らずにね待ってくださいねでとりあえずここからここまで頑張って引き抜いてきてくださいはいそしたら今度こっち側からね ここ一番最初のところで一応リングしてます。そこからずっと引き抜いてきてここまで来てます。で次もう最後リングのとこなんですけどリングのとこを引き抜きます。よいしょリングのとこと次のリングのとこ。はい。で引き抜きます。はい。そしたらこのままこのままですね。今、 えとリングししてたたとここなののののででで中長編みの頭の半目を拾いいいままま、えー、どっち向きでもいいですなんていうのあの後ろ身ごろの糸を残した人は向こう側から始まる形になってるし前身ごろの人はこっち側から始まる形になってるけど同じことなのでね、えー、どっち側からでもやっていけると思います。で今この半目を引き抜いたところ中長編みの上の半目を引き抜いたところこの次のここに細編みの頭がありますね。 中長編みの線がある左上のこの頭です。ここに針を入れます。で、引き抜き編みをします。引き抜き引き抜き。ですか。で鎖編み一つで立ち上がってまずね。この今のところ、今の根元の目に針を入れて細編みをします。かけて出してきてかけて2本の中を通る。 で長編みの立ち上がりでずっとやってきたみたいにこの糸をたどって1本目ここに針を入れて糸をかけて出してきてすかけて2本の中を通り抜けるこれが最初の頭になります。でねこの段は、えー、と細編み長編み細編み長編みを繰り返していくんですけどえっとね長編みからここだけ始めます。なので戻ってきて細編みをするのでえっ、ー、とよいしょここはちょっとイレギュラーです。 はい。じゃ、長編みの代わりをしたらそのまま、えー、鎖編みしません。いや危ない危ないしません。今編んだところの次これ鎖編みの頭なんですけど、この子を飛ばして次の細編みの頭。編んだところの次の次このこのとこに針を入れる。で、細編み。細編みをしたら、針に糸をかけて同じところに針を入れて長編みをします。 ちょっとこれが見にくいかな。よいしょ。ょょこの辺のノートとかも全部のっけて。オッケーオッケー。はい。よいしょ、うん。ごちゃごちゃなる。うん、はい。そうしたら今ここに細編み長編みを入れました。はい。次、今編んだとこの次は飛ばしたここ細編みの頭です。 今編んだとこの次は飛ばしたここここに針を入れて細編み細編みをしたら針に糸をかけて同じところ同じところに長編みを入れます、はい、じゃあまた次飛ばした次ここに細編み針に糸をかけて同じところに入れて長編み1つ飛ばした次の子に 細編み長編みこれをね繰り返しますこれがねちょうど襟の部分になってきますポコポコとした感じのね襟になってきますでポコポコをなだらかにした方またちょっとね後もあるのでちょっととりあえずこれを繰り返してよいしょこっち側の端っこのねあこっちかここかこっち側の端っこのこの糸のあたりまで来たらやるのでそれまでちょっと同じことを繰り返してきてくださいはいじゃあずーっと襟のところができてきました でこのね糸ののののととここころろです反対側の型のところこの糸はちょっと向こう側にポトッと落としといてこの糸のね入ってるここの1本もありますねこっち側とこう1本もこれは中長編みの半目を取った子ですこの手前にあるこの細編みの頭今ここに細編み長編みを編んだからここを飛ばしてここに細編み長編みを本当は入れるんですけど。 この糸1本1本が頼りないのでここの細編みとこの1本1本を飛ばした次の細編みここで細編みの2目一度押します。ですかこの細の手前の細編み細のね1本門の手前の細編みの頭が来た時にやりますよ。じゃあ今ここ細長編んで1目飛ばしたここがそうなのでまずここに針を入れて糸をかけて出してきます。このままの状態で この糸はもう向こう側にポトンね。向こう側にポトン。で、この一本文、一本文飛ばした次のこの頭。これが向こう側の細編み。左側のね、えー、細編みの頭になります。角っこにこうやって入れてるやつの一番左の細編みの頭ですね。ここに針を入れます。で、糸をかけて出してくる。す。で、3本あるので、針に糸をかけて、3本一気に通り抜けます。 これで細編みの2目1度ができました。で、針に糸をかけて同じところこの子が入ってる同じところの目に長編みを入れる。はい。これで2目1度をしてここをね、渡ってきてここも、えー、この1本物のところがねしっかりとしました。穴がね、開かない感じになってます。もしこの糸でなんかどっか気になるようなとこがあったらこうちいちっとつまんでね後で糸始末してあげても大丈夫です。はい。 でこのままままたここっっち側も同じようにやっていきますよいしょこのねコ長のこの子が来る分やっぱりちょっとえっと何ていうの高さが出るからちょっと内に入りますよ内に入りますよって言ってたのがこれでその前に細編み鎖編みでちょっとキュッと寄せた分ね狭まってなおかつこの高さが上がってくるので思,う思ってるより気持ち、えー、首元広くしていいですよって言ったのがそれなんです。仕上がりがそんな感じに、えー、栄養になってくると思います。はい んなら、これやな。はい。そしたら、こっち側も同じように、また細編みの頭があるので、今編んだとこの一目飛ばした次が細編みの頭。ずっとこの細編みの頭にね、細穴が。はい。じゃあ次また一目飛ばしたここ、細編みの頭。ここに、細穴が。はい。じゃあまたこれをずっと繰り返していきます。で、最初、ここにね、よいしょ。 最初、ここに長編みから始まりました。じゃあ戻ってきたら、この一本門の手前にね、あるこの細編みの足があるこの頭です。この一本門の手前にある頭。この子と、この子の入ってるここの穴。で、二目一度押します、細編みの。で、最初に引きなげば、反対側と同じように二目一度でね、ここの穴を塞ぐことができます。 ならまあここまでとりあえず行ってからここはねもう一回説明したいのでそこまで細、えー、長で進んできてくださいはいじゃあずっと編んできてここまで来ましたでこのね一本もの手前のこの細編みの頭まで来るのでもうちょっとですねでここで襟を終わってもいいし、えー、とタートルにしたいなと思ったらゴム編みをここからスタートしてもらってもいいしって感じなんですけどえっ、ー、とね今 細編みと長編みなので大きさは違えど全ての目にあの拾いやすい頭ができてますだからここから長編みを全部して、えー、次回やるね袖でやるように頭を頭じゃないあのタートルを作ってもいいと思うけどちょっとねこの糸でタートルしたらチクチクするだけやしとは思いますまあお好みでそこはね、はい、細編み長編みあのベッチンさんのねあのジグザグ編みとかでもいいと思うしもう本当にね自由自在アレンジし放題はい そしたら次のところここやなぁと思うとこの1本物の隣なのでこの状態で次この子をグッと引っ張ってみたらこの子が入ってるこの根元ありますねこの子が入ってる根元この最初のこのここの角のね細編みの頭です。ここに入れて糸をかけて出してきます。 で3本になったらかけて3本の中を縫う,う引き抜いてきたら細編みの2目一とかできましたで最初の頭ここに引き抜きます引き抜き引き抜きグーねはいじゃあちょっとリング外しますよこれで一旦の襟元これはできてますよいしょはいちょっと待ってよきれいに整えたいなよいしょ ははい今1トンはこんなな感じの襟になってきてきますでこのままでもいいんですけど一応ね念のために伸び防止ねこれから冬になってきたらタートルの上とかにねちょっと羽織るかもしれへんしとかなんか中に来てからかもしれへんしっていうのであの衣類がこすれてこう伸びてくるのも嫌なので伸びないようにアニマの場合は1周引き抜き編みを念のためにしときたいと思います。ですか これがだから今ねあのかぶれるからかぶってみて頭がむっちゃきついわとかもうこれ今入るギリギリやでっていうんやったらもう引き抜き編みはしない方がいいです。であんまりにあんまりに緩すぎた大きすぎたわ私思たよりっていうんやったら。 うんこれ一本物針でいきます言うたけどちょっと針の剛速を落として引き抜き編みをするとちょっとは縮まりますあんまり縮めすぎるとねあと子供のあのスモークみたいにギょーッにびなってしまうからその辺はあのちょっと調整しながらねいってくれたらいいと思いますでこのアニモの場合はあんまりギチギチに引き締めすぎずねあのゆったりゆったり1目ずつ引き抜いていきたいと思いますじゃあ今これ一番最初に引き抜いてるので次の目次の目に引き抜き引き抜き でこれが一番最初の頭になるので戻ってきてわからない人はここにリンゴをつけておいてくださいはいじゃあ次次の頭一目に一つずつね普通に引き抜いていきます次次でねなこれはえっ、ー、とぐるっと本当に引き抜くだけちょっとねあの伸びは悪くなるのよやっぱり今引き抜かないときに比べたらだけど なんちゅうのふんわりしてるいう答え、いつか伸びてしまうかもしれへんいうことやからね。伸びんかったらそれにこうしたことないんやけど、でも伸びたら困るから伸びひんためにやっとこうか。みたいな感じの引き抜き編みなので、お好みで全然大丈夫です。じゃあこれが終わったら次は、えっと、お袖だね。お袖。横をスリット入れたいって言ってね、コメントくれてた方もおったので、えっと、どうかな。横のスリット、横のスリットのところから始めようかな。 横、あ、アニマはスリット入れないんですけど、スリット入れるのやったらこうですよっていうのをやってから、え、ちょっとやっていきたいと思います。これスリット入れてもええけどな後ろ下がりにしといたよかったな。だから一枚は長め。で、一枚は短めにして、前身頃は短めね。で、後ろ身頃は長めに作って、で、肩から合わせていけばほら、裾の長さ違いもできるじゃないそんなんでも全然いいの。だからあなた、もうね、こんなもんあなた、あれよ、可能性は無限大よ。 何、ね、か CM あったかそんなんなかったかな可能性は無限大よ聞く言葉やけどねほ、うん、んまにそんな感じです。ね。<laughs> でこのこのパターンとこのパターンと何通りですねとか言うてこんのやめてよ <laughs>。 <laughs> お願いしますよ。はい。そしたら、これはずーっと来てもね、あの、サイドのところも一緒です。全部のところに、この減らし目したところも普通に頭があるので、一目ずつずーっとぐるーっと引き抜いて、ここまで戻ってきてくださいで。一番最後はね、チェーンつなぎでつないで糸始末をしようと思います。はい、じゃあまたずーっとね、最後の方まで引き抜いてきて、リングの手前です。最後一つ目があるのでね、ここは立ち上がった子です。この立ち上がったとか引き締めた子ね、この手前にある大きい子。 いやこれが、うん、当てるね、うん、この子、この大きい子に引き抜いて、で最後このチュビちゃんは飛ばします。飛ばして最初の子にチェーンつなぎをするので、ちょっと糸を残して切りますね。まあ、糸始末ができる分ぐらいでいいです。はい、じゃあもうこれを針に通します。えー、針はねこのままの状態でスコーッと抜きますね、糸をね。でとじ針の方に糸をつける。 もうこれで襟終わりよでね、あの、引き抜かへんたちょっとほんのりポコポコの模様やったけど、引き抜いたらそのポコポコなくなる代わりに、あの、鎖目が表面に見えるのでね、この襟も可愛くなってます。はい。じゃあ、ここですね。この、ここの最初のリングのところに針を入れて、出してきて。で、この糸が出てきてるここです。この糸が出てきてるここ。 ここの、この鎖の中に戻って、裏側もしっかり取って。で、ここの上で鎖編みを作ります。他の子とを鎖編みの大きさを揃えます。はい、いい感じね。じゃあもうリンいらない。じゃああとはまた先と同じようにどこかで糸始末します。今ね、これをね、よいしょ、どっちや、ここやね。これをこう来て、こう来たので、こっちに引っ張るよりは、 反対側に引っ張った方が、えー、負荷がかかるので、こっち側に見つからんようなところにこうやってね。くしくしっと通していきます。この毛足の長い子の場合はね。こうやってわざとちょっととんがった。針とかであの糸を割りつつ割りつつ入、入れると勝手にほんまに絡まってね。あの割と糸始末ランクチェなので、こういう針でもいいと思います。普通の針で割りながら行ってもいいんですよ。全然ね。えっ、ー、とここまで行って。 まあ糸始末はどんな感じでも、OK、でもす、まあ、ここにね同じところに戻ったら抜けてしまうだけから1本ずれたところとかから戻ったりとかねここもギチャ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 ねもう糸の中通ったりあたりと割れて通ってきたりとかも好き勝手やってますねガッサーやってますはい終わりね心配な人はもう何十も何十もやっといたらいいけどねよいしょ そしたら、反対側にも糸が残ってると思います。そこは、えっ、ー、と、このチェーンつなぎはないからね、普通に糸始末だけですね。はい、ここ、ここです。それから、肩のところもね、これ、あの、2目一度したから穴も開けへんしね、ここら、これも、ここも、ね。それから、まあ、もしくは気になるとこがあったら、つまみ持ってしたらいいけど、まあ、アニもこのままいけそうなので、このまま、えー、糸始末をします。さて、いいよ、よいしょ。はい。 こんな感じですだいぶねあの前後さんもちょっと減ったぐらいの、えー、肩に型じゃない首元になりましたわねこんな感じですまあ理想ですわタートル入れたらちょうどいいわ前がもうちょっと下がってもええかぐらいやけどまあいいんですこのぐらいでいいねはい後ろもね前のはちょっと詰まりすぎとったかちょっと下がったらいいなと思ってたんで良かったです前のやつはほんまにえっ、ー、と最初の2段だけやったからちょっと辛い位置に近かったんですよ だけど、後ろから見たちょっとタートルがこう出てきた方がね、首元細長く見えるやんかほんまか知らんけど、ね。うん、そうよ。あの、首長族を目指してますからね。だから、ここ、ここはね、こう、このぐらい空いてできてます。よいしょ。なんか、ここは、ほんま好きなように、どこまででも減らしてもらってもいいしね。あの、また、2作目作る人とかがおったら、好きなようにアレンジして、ああ、こうやったからこうしてみようとかね、あの、楽しんでもらえたらいいんじゃないかと思います。 はい。そしたらもう襟が終わったので、後のところは糸始末してもらって、今の段階でね、もう切れますね。頭だけスポリンと入れれます。ほったら、ちょっと横だけバーっと開いた服になってますね。もし後ろ下がりで後ろだけ長くしてる人は、えー、長くした段数だけね。例えばこう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段長したでやったら10段のところとこっち側の前身ごろとの裾を合わせてね。 でここかから数えあの縫い合わせなあかんよスリット入れるのやったらこの辺からあのこの辺までスリット欲しいからこの辺から上縫い合わせようみたいなねで最終はここを引き抜き編みしたら強いかなと思います引き抜き編みかな線でもいけるかなとは思うんですけどねうんまあその辺はお好みですよ何でもお好みですますけど <laughs> そんなの。 多分ね、あの、スリット自体は別にこのほら、縁にあの、細編み長編みをずっと全部してきたので、あ、細編み鎖編みか、をしてきたので、このまま仕上げでもいいと思います。あとは横を先と同じようにここから引き抜いて、で、自分が欲しい袖の幅までしてもらうって感じですね。で、アニマは今回は前後差をつけずに同じ長さにしてたので、裾そこを揃えたところから、えー、ずっと縫い合わせてきて、 引き抜き編みでね、引き抜き編みで来て、で、袖が欲しいなというところまで、えー、引き抜いてきてから袖を作っていくっていう感じになります。だから袖をね、一回来て、決めてきてください。肩がここ、で、同じ高さですよ。このね、リンゴしてたところがセンターなので、ね、ここ1段、2段、3段、もう20段、言うてね、こっちもずーっと来て20段、言うて、同じところですよ。上から数えても下から数えても同じところ。 あのセ、センターじゃないよ。下から数えて40ヤわ、上から数えて10やっていうことですよ。ねあの。その、例え話よ。はい。なので、えー、自分の好きな袖をちょっと考えて、えー、印をつけてきてください。はい。えー、っと、今ね、とりあえず袖片っぽだけ、あの、どんな感じかなっていうのでね、つけてみました。で、これがね、こう、襟元ですね。もうね、着てみたらむちゃくちゃいい感じ。びっくりするぐらいいい感じ。で、えー、っと、お袖なんですけども、もうね、 どうせやったら、あの、すれ違う人がびっくりするぐらいの袖にしたろうと思ってね、むちゃくちゃ太い袖にしました。<laughs> びっくりするぐらい、もう驚いて振り返るぐらいにしたろうと思ってね。ほんで、えー、っと、一玉、まるまる編みました。この最初から皿の一玉を出して、まるまる編んで、このぐらいだけ残ってます。それで、今ね、袖のね、この辺ぐらいまでかな。この辺ぐらいまで、えー、来るようになってます。 で、あと、残ってる毛糸が、一玉丸々。これは反対の袖にアニモは使います。と、まだ使い始めてすぐのこの糸が一玉残ってて、これでトータルね、えっ、ー、と、七玉になりますね。このグレーも合わせて七玉になるんですけど、グレーもあとこれだけ残ってるから、最終、袖のね、周りアニマはこれを使うかもしれないし、使わないかもしれないねんけど、とりあえず、この皿の一玉を使って、反対側の袖を、えー、丸々ね、一、えー、玉分編んでみようと思います。で、これがもう、 余っってくるんやったらねもうちょっと袖長くするか裾を長くするかとかねもし今あのほら今組み立てたよちょっと裾短いやんってなったってあのゴム編みをするか裾る絞りたくないねんやったら普通に長編みを同じようにこの模様で増やしたりとかもできるしあの変えていけるのでね心配はしなくて大丈夫です。はいそしたらねまず袖を編んでいきます。で やってくることはね、ほとんど、えっ、ー、と、どこでやったか、型ではいできたやつと一緒なので、そこまでのね、剥ぐところはいけると思います。で、左右対称で、えっ、ー、と、自分がね、どこまで縫い合わせて、どこから袖にしたいかな、という感じで、えー、見てきてね、って言ってたんですけど、まあね、アニマはびっくりするぐらいの袖なんで、むちゃくちゃここまでが長いです。ね、裾から数えて、穴をね、1、2で、ずっと穴を1、2でずっと数えてきて、ここでね、 この隙間で21なんですこうね、隙間をずっと数えてきて、ここの隙間で21。で、よく目を見てほしいんですけど、ここ21の隙間で、次の長編みのところがありますね。その右上に頭、足があって、右上にある頭。これって細編みの頭です。で、この次の鎖、ここと反対側も一緒です。 同じ21個目ののの穴で次の長編みの上ここに足ががああって頭があるその次の鎖その外ののの鎖そ外半目同士をここクリップで止めてますこのね普通のリングしとって外れたりとかすると困るのでこういうのがあると便利ですね普通の安全ピンでもいいしあの今やったセリアさんにねオレンジやら赤やらのが入ったやつが売ってるみたいなんでねそれでもええと思うし、うん、ダメンリングこっちからもこっちからも何個か通しとくわとかでもいいです。 って言って、えー、と自分のところ左右対称に、えー、こっち側の脇もそう反対側の脇もそうここっていうところを決めて、えー、数に間違いがないかだけねまず印をしてください。でそれから、えー、と大事なことはもしスリットを入れる前後差をつけてスリットをここまで入れるっていう人は、えー、ちゃんとしたところを自分で測ってね何個目の穴とこれ、えー、何段ずらしたかいいなあ言うて測ってほんなら言うて始めるところはえー 鎖編みのところでも、えー、長編み、えー、こ、細編みか。細編みの頭でもどっちでも大丈夫です。ここからスリットが欲しいというところですね。そこから、えー、引き抜き編みを始めてください。で、今回は前後差もなく、えっ、ー、と、スリットも入れないので、ここから引き抜いていきます。アレンジする人はね、そういうこともできます。スリットを入れた人やったら、スリットを入れたここがね、体温ないんやったら、後からね、ここ一目ずつずーっとね、あの、引き抜き編みをしてあげてもいいと思います。花しっかりもするし、引き抜き編みがあれやなと思うんやったら、 うんと細編み細編みばっかりを入れるとねやっぱり、あのー、裾で言うたみたいにちょっとヒヤオンって伸びるからそれはちょっとやめた方がいい細編み鎖編み、まあ、細編み鎖編みしたところやからねこのままでも全然大丈夫じゃ大丈夫と思います気になるような人は、まあ、ちょっとアレンジなんかしてみてくださいはい丸投げした、はいそしたらね、えー、まずここから引き抜き編みをずーっとしていきたいと思います わきの時にねえわ、ー、きじゃないうそ型の時にねあの引き抜き編みはしてきたので大方のことはざっとわかると思います。糸端どこ私の糸端端どどここ私のでえっ、ー、と一番最初の糸のつけ方だけやったらねあと上まで引き抜いてきてねーのスパルタが始まります。よいしょもう引き抜かれへん人はね縫う手持ちもええね。よいしょ。 まあ練習や思ってやってみる人はちょっと一緒にね、頑張ってやってみましょう。まずここですね。一番最初、中長編みの頭ですって印しとったとこ。このちょびがおる右上ね。これ中長編みの頭です。こっち側もそう。ここにおりますね。ちょびがおる。こんなちょび他にはおりません。あなた、あなただけ。このちょびの右上。これが中長編みの頭です。まずここからやっていきますね。 でアニマはこの次の段、もう一段細編みとか、まあなんか模様編みするから、その時に糸端編みくるめたらええかな、編みくるまんかったら糸始末するかな、ぐらいの分の糸だけを置いときます。はい。で、まあこう置いときますね。よいしょ。はい。そしたらこのリングちゃんしてるところの、この上側の一目ですね。上側の半目。はい。をこっちから貼り入れて、で、今度こっち側がね、よいしょ。 こっち側のこのリングのこのこの1本だけこの1本だけにこっち側からこっち側からこう入れてんでこの糸ね手に糸かけて糸端動かんよりねちょっと裏かで押さえといてあげてくださいこうやって。で糸をかけてこの中を通ります。 コアが書いたら少しこ通り放題なのよ。下の子も通り放題になっちゃうから、鎖編みを一つします。はい。で、ちょっとね、糸端の方をふっふと軽く引っ張ってあげて、これで動かなくなりました。で、このままずっと、肩の時と同じことをします。今引き抜いたこの次の子細編みの頭ですね。この半目。で、糸の上を通って、今引き抜いてぐーっと広がったこの次の目。この子ですね。で、えっ、ー、と、あ、この大きい子やね。この子やね。 で、えー、細編みの頭と鎖編みの頭っていうのをしっかり見極めてほしいんですね。細編みの頭の時、右から細編みの頭取ったよ。言うたら左でも細編みの頭通るね。両方鎖取ったよ。言うたら、あの鎖の目を両,両側で取ってないとおかしいんですね。で、それをちょっともう引き抜き編みはちょっとわかると思うのでね。あの肩の時わからん方、型の時の動画にちょっと戻ってください。よ。で、えっ、ー、と目の見方だけ見ときましょう。まずですね。 このブーイと、ブーイとある間からピョコッと右に生えてる頭は細編みの頭です。細編みには足が生えてます。足の右上にピーヨっと折るのが、えー、細編みの頭。これがね、裏から見たらまた違うんですよ。鎖目がこっち側に見えてる。裏から見るとね、これ、鎖目は折らんでしょ向こう側にバタッと倒れてる。これ裏です。表から見た時は頭は右上にあります。足がある右上。ほたら次の子どんなんや言うたらね、後ろ見た方ほら、この ちょっぴっと一本だけ細いのがある右上に頭がある。これね、裏山ですわ。裏山の糸。それでからこれ頭。これ鎖ちゃん。で、次見てみよう。V とある。細編みの右上は頭です。次の子、細っちょい裏山の上は鎖です。でも、この鎖を見るよりは、細編みの頭で見た方がいいと思います。一つ飛ばしたら細編みの頭。これがこっち側から見る分とこっち側から見る分で、まあ見方は一緒なんですけど、 こういう感じで、えー、ここですね、細編みの足の上の頭、鎖の頭、次、足がある頭、細編みの頭って言ってね、こうやって見ていってもらう。で、えー、とず,ーっ,とずーっと引き抜いてくるところはどこまででもいいんです。あの、なんちゅうの、自分がここ、ここぐらいの幅の袖が欲しいと思うところね。 でもしっ、えー、と後で絞ってこうちょっと萌え袖にしたいねと思う人は気持ち太めに作っといて最後、えー、手首のところでぐーっと絞ってあげるとえー、可いいね萌え袖になります。それからもう今回兄はねすんごいワイドな袖にしたので、えー、あのしたんですけどそういうお好みで本当にそこのところまでずっとこうやって一目に一つずつね半目ずつ半目ずつ入れてから糸かけて抜くというねこの引き抜き編み。 表はこんなんで、裏もそお供えに悪くはないですね。綺麗に見えてます。はい、ほんならこれでまた頑張ってね。この上の印のところまで引き抜いていきます。この印のところは、えー、鎖の頭でにしてください。長編みの頭でけ長編みじゃない。細編みの頭で消して終わらない。鎖編みの頭で終わる。兄はここを引き抜いて鎖の頭同士ですね。ここを引き抜いて終わりにします。なのでそこまでずっとね。引き抜いてきます。でね、えっ、ー、と。 この辺までずっと引き抜いてきて何なん,なんですけどね。ここらも、あの、こういう持ち方でも持ちやすいです。ナイフ持ちみたいにしてからね、こなして、指でこう、糸を押さえて、こう、ぐっと引っ掛けてやる。それから今度、まあ、ここは抜けへんようにしておいて、次、ここやから言うたら、またこっち側でね、こうしてやる。で、引き抜くとかでも、まあ、持ちやすいように、あの、引き抜きやすいようにね、ここ、こう、まあ、この、 自然にね、手は使いやすくなるかなとは思うんですけど次のとこ入れた時はこう引っ掛けてやる次のところで引っ掛けてやる、ね、まあどんな持ち方でも全然いいんです、まあ、これもやりやすいよというだけなんですけどあのこんなもんね個人の自由ですから、はい、<laughs> 好きなように持って <laughs> 引き抜いてくださいよ。はいまあ、あの一つののの案とととして言うときままますねねここんなな感じじゃあもうちょっとなのでえこのまま、ね ワープでいきたいと思います。はい、じゃあリングのところぐらいまでね。引き抜いてきましたで、こことこことま次リングです。っていうところまで来てますね。よいしょ。今もリング外しちゃってよいしょ。で、私はこの次ね。今リングがついとったところを引き抜いたら一旦引き抜き編みは終わりです。これは鎖の頭。これは鎖の頭。ねで引き抜きます。 そしたら、えっ、ー、と、今からですね、やっていくこととしましては、よいしょ。これがねち、ま、ちょっと待ってよ。よいしょ。これがね、よいしょ。ここ今、真下のこの引き抜いてきたところですね。ここの真上に今から立ち上がりを一つ作ります。で、ここからずっと、後で拾うところを言うんですけど、えー、長編みと鎖編みを繰り返して、ここと同じ柄を作っていきます。で、一番上。 ここね最後引き抜いてこうしたところ余裕ってもしリングつけてなかったら後でまた説明しますリングつけてる人はこのリングのところの頭でもう1本作りますでここのところとここのところがセンターになりますでこのセンターは数えないこの2目は数えないとしてアニモの場合でこっち側で23こっち側で23本長編みができますでこっち側で24本できます 一本違いがあるんですけど、ちょっとね、この,あの根元のところの事情なので、えっ、ー、と、それは全然大丈夫です。もうほんなら一本ぐらいってそんなに変わらへんし、えっ、ー、と、なので、こことここ合わせて47ん、んとる ?23 と24やからね、えー、47。で、2目、48目、49目っていう感じで、奇数になります、ここは。で、それで大丈夫です。 それでね、あの、両側同じね。アニモはトータル49やけど、皆さんなんぼか知りませんけどね。あの、右も左も袖はね、同じにしといた方が、いや、別々にしたかったらしたくてもいいんですけどね。はい、そんな感じになってます。で、今ちょっとね、えっ、ー、と、今から一つ目はちょっと説明するんですけど、今これね、ここ引き抜いたところですね。この引き抜いてピアノと伸ばしてる目の、隣にね、こう、ほら、ここピヨットいますね。ピヨット。このピヨットの隣の子。 このピヨットの隣の頭って言ったらここですね。ここが最後にアむコですっていう印をしときましょう。ここピヨットの横の頭。ね。ここよく見たら下にこうピュッピュッと足があります。ちょっと見にくいかな。足がほら。ね。足がある右上、細編みの頭。で、その次のピヨを飛ばしたらここが立ち上がりに来るんです。ここをちょっと印しといたら帰ってきた時に分かりやすいかなと思うので、えー、できる人はしといてください。はい。ならここから始めていきます。 まずですね1つ目に、えー、ちょっとめんどくさいことをします。なんじゃそれいうことをします。立ち上がりね。ただ綺麗、えー、にまっすぐ立ち上がったように見せかけるための小技なので、えー、それはねちょっとやろうかっていう感じです。はい。んこうか。はい。そうしたらまずここで今ずっと引き抜いてきて鎖を最後引き抜いたよーというところで鎖編み1つで立ち上がります。はい。じゃあ今針にかかってるこの下ねこれ今立ち上がった鎖です。 その子の下、この子ですね。今一つた、ちょっと縦長やけど、この子の下、根元にあるこの2個目です。1、2個目、ここ。ここの中に針、この鎖の中に針を置いて、裏側にね、すぐっとどこでもええ。裏側どこで出てもいいから刺す。ちょっと違うとこ刺さってる。これね。 ちょっとそれが難しかったら、ほんまはね、この鎖の中でぐすっと裏までどこかに通したいんやけど、ちょっと難しいなとなれば、この鎖のとりあえずね、左足の一本だけでもこう一回拾ってください。ここをこうしてね、よっこいしょ。ね、拾ってください。ほんで、この針先を、まあこの頃ずれへんように置いておいて、この針先を裏っ側、裏っ側にぐっと出してやる。 でも大丈夫。どこに出ても大丈夫。裏はもう裏は気にしない。表だけね。<laughs> 見た目重視。はい。これ今こうなってるやつの2つ目のここ、ここに思いっきりグッとさして出れる人はオッケー。出れない人はさっきのやり方でグッとなんせこの鎖の間に入ればオッケーです。で裏っかにぐすっと裏はどこでもオッケー。で糸かけて出してきます。ほんならね今出してきた糸。よいしょ。この鎖目の中から生えてきてます。 この鎖の中から。これでちょっとね、まっすぐに見せかけるというだけなんですけどね。無理そうやったらこの隣ギリギリ取ってもいいんですよ。まあね、あの、見た目重視の問題でこんなことをしております。なら、立ち上がりなので、まず細編みをして、左の足一本拾って、かけて出してきて、ス、かけて二本の中を取る。はい。これが最初の立ち上がりになります。またわからない人はね、リンゴをしといてください。 そしたらここからね、長編み、鎖編みを続けていきます。今これ長編みの代わりをしたので、鎖編み。針に糸をかけて、次どこ取るんや言うと次簡単。このね、立ち上がったこの横のピヨーの横の目。これもね、よく見たら、ブイッとあるこの右上、細編みの頭になってます。こう立ち上がったところの、ちょぴっとある次の目です。ここです。細編みの頭。ここに長編みを編みます。鎖編み、針に糸をかけて、 じゃあ今編んだところの次飛ばした次ねここ細編みの頭です常に細編みの頭に編んでいきます鎖編みなら足元の鎖も飛ばしてここの細編みの頭に長編みを入れます鎖一目飛ばした細編みの頭に長編みを編み入れるこれもねずっと繰り返してきてまずちょっとね一番上のリングのところまでいきたいと思います。 ここまでね、ちょっとずっとワープしてきます。はい、じゃあ、ずるー、ずるっとじゃない、ずーっと編んできました。もうさ、さっき天気、ああ、朝だね、すがすがしいね。言た今度曇ってきた、忙しいね。なら、今、ここ編んで、一つ飛ばした、ここですね。で、この次に、鎖編みをして、どこを取るかっていうと、本体とやったら一つ飛ばして、あ、ここかなやけども、ここ、こう、この子がいがんで、ここにいますね、この目。 で最初にこれは引き抜きからこう、えー、ここを引き抜くね型をはぐ時の最初の子なんですけどこの子に編みます。でもしリングしてなかった人はこのセンターのところから見たらもきっと曲がってる横向きの頭があると思います。そこに編みます。針に糸かけてここじゃなくってこの子この子を拾います。でその時にこの頭2本と後ろ側にある1本 トータル3本拾ってほしいんです。しっかりさせるために。この頭の1本、2本。それから裏のこの1本。ですかこの2本を取りつつ、2本ね、これ2本ありますからね。いいよ。見えんね。わかるね。でも2本。と、この裏にあるこの1本。トータル3本を取って、ここで長編みをします。はい。そしたら鎖編み1つ。 針に糸かけて次どこ取るかっていうとこのね今立ち上がったこの横細い1本だけあります。この1本の隣の頭これはよく見たら足がある頭細編みの頭になってます。なのでこの1本は飛ばしてこの頭ここに編みます。はい、で鎖編み1つ。 でまた一目飛ばした細編みの頭にって言って反対の、えー、一番最初にねリングをつけたここが最後編むとこですよっていうところまで編み進めていきます。ね、これで違和感なくきてますね。少しだけねやっぱりちょっとこっちにはずれるんですけどでもね取れるとこがまあここがいいんじゃないかと思うのでここで言ってます。もうねあの ぐるぐるぐるり来たらもうわからないどこが何かあなたが誰かわからないね大丈夫そしたらこのまま編み進めてここまで来てくださいはいじゃあまたずっと編んできてますねはいで、えー、鎖編み一つして次ねここの最後今リングの手前まで来て今からリングのところを編みますこれが最初につけてたね、えー、最後に編む子ですよって言ったところですねはいこれができたら最後鎖編みを一つして で最初の頭に引き抜き抜ます最初の頭2本のとこに針を一緒に入れてよいしょで糸かけて引き抜き引き抜き上を押さえて右にグー糸をグッと引っ張りますね。はいで戻すはいそしたらここから立ち上がりです。鎖編み1つしてね今から輪でぐるぐる編んでいくだけなんですけどあとここの立ち上がりだけ最後にやっときます。 今ここ引き抜いて根元穴開いてますね。ここ。今鎖一つで立ち上がったらこの根元の穴開いてるところに針を入れます。で糸をかけて出してきてすっかけて2本の中を通る細編みをしたら一番左の足を拾ってかけて出してきてすっかけて2本の中を通る。立ち上がりができました。でまたわからない人はリングです。 そしたらもうここからは何にも考えんでええですね。好きな長さになるまで鎖編み一つ。ほらあの、狭めたり、ふとしたりはね、目増やしたり、減らしたりは自分で考えて、お、ここで増やしたろうとかいうのもやってもらったら全然いいんですよ。好きな形にするのにね。なんせもうほんまに前身頃をね、襟上げて、腕後ろもちょっと開けて、腕つなげてで、袖つけてきたら横もつないでね、あんた。袖つけてきたら見て、セーターできおるでしょう。 なんせで、ね、もう簡単なのよ。作りとしてはね。これはね。あの、もっとほら、ここの肩のとこ、ぴっちりばっちり人間と合わせて言うたらちょっとあれやけど、でもこれでも来たらストーンと肩も落ちてね、綺麗になってくれます。なので大丈夫です。はい。今立ち上がったとこの横の鎖は飛ばして、この長編みの右上にあるこの頭ですね。この頭に編む。鎖一つ。針に糸かけて、次ね、この鎖は飛ばして、この長編みの頭、ここですね。 頭2本の下に針を入れてって言うてほんでこれをずっと延々もうねこれ一目に一つずつ編んでいくだけなので,で鎖挟んでね編んでいくだけなのであとはもう簡単ですねもう輪で編むというだけがめあのちょっと今までと違うだけですね見頃の時は往復編みをしました今回は輪で編んでいきますねまたここまで戻ってきたらさっきと同じ立ち上がりをしてで好きな段まで編んでいきますで、ね、こうあの袖があれこれこ 下こうまっすぐ伸びていったら上足らんやん上上なんやん斜めやんってなるけど大丈夫ですだいぶ長くしてくるとえ形は変わってくるしあの例えばお袖つけなくてねお袖ももうほんまこのちょっとの段階であと首元と同じような編み方をしたらベストにもなりますねこのまあ1段も編まなくてもいいぐらいです編まずにえ首と同じことをしたらベストにもなりますねなのでいろんなことが本当にできるんです。 で、袖も伸びれば伸びるだけ、えっ、ー、と、シューッとなってくるし、あと、裾絞って、ってすると、ここにフィットするので、あの、別に、なんていうのあの、違和感なく。まあ、肩もね、こうなるよりは、こうなるんですよ。肩、人間の肩に来たら。で、こうなるから、そないにね、ここ伸びてきたら分かりません。はい。なので、心配することなく、長袖になるまで、長袖の人はね、長袖になるまでずっとね、編んできてもらいたいと思います。で、アニモの場合は、今回は、こうやって左右同じように編んで、で、えっ、ー、と、こっち側も、お乳で、 あったねこの人玉編み切るまで、えー、編んでいきたいと思いますでその後次回の動画なんですけどもあとは仕上げていきます、えー、ゴム編みのやり方をやるのと兄、えー、はこれねちょっと広げてやっていく分のやつの説明裾ですねこの裾を広げていくやつで、えー、裾も、えー、最後ねちょっと仕上げていきたいと思いますそれにこのまあちょっとした使い差しの糸を裾に使ってまあ残ったやつが中途半端になったら下手したら袖を伸ばしたりとか に使っていいぐらいになるかもしれないです。もうでもね、あの、7玉あれば十分っていうことが分かったので、袖だってもっと細かったりとかしたら、この1玉いらないもんね。この1玉いらずで、この袖、えっと、細くしたらもっと伸びるわけじゃない。ね。ほんなら、下手しい6玉でできますね。素晴らしい。ね。ベストやったらもっと少ない。ベストやったら何本 ?1、2、3、4玉。4玉あれば十分できる。ね。すごいね。 なので、えもっとあのコスパの良い長い糸とかをね、あの、編んでしたらもっと安く上がるし、えー、糸でね、するにしたって、そえに糸をあんまりびっくりするのを使わないので、うん、よかったらね、編んでみてください。ほんな、また、えー、両袖が編めた段階で、また一週間ぐらいしたらね、次回の動画やっていきたいと思います。じゃあ今日も長い間、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。